教育部体育所台中野球場は中華民国台湾台中式宅にある野球場。プロ野球の高能ーーブルズが本拠地としていた。施設は台湾体育大学校内にあり、台湾唯一の国立野球場である。一般に台中野球場、台湾から大に野球場と呼ばれる。台中野球場は日本統治時代の1935年に開場。 その後何度かの改修を経て国際基準を満たす球場となった。1969年2月には日本の読売ジャイアンツが春季キャンプを行った。1998年以前は所有者が台湾省であったので台湾省縦の球場と呼ばれていた。1998年12月20日より行政引退育委員会に移管され現在の名称に改められた。 管理運営は台湾体育大学が行っている。1998年から2004年まで、コーノーブルズは球場の修繕費用の一部を負担しており、内野アグラウンドにも天然芝が貼られ、台湾では最初の内外野天然芝の球場となった。本来コーノーブルズは台中市に対し台中球場の管理許可を要求していたが、 対中市には管理権はなく許可することはできなかったため、管理許可要求を取り消し修繕に協力することとなったのである。2006年に改修されるまではグラウンドが狭く、外野フェンスもまた低かった。両翼310フィート、中堅360フィートしかなく、最多本塁な球場、打者の天国、投手の墓場等と呼ばれていた。ありがとうございます。